現在、プロボクシング界で強烈な存在感を放つ世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥、大橋。昨年12月26日、東京・有明アリーナで全 WBA&IBF 王者マーロン・タパレス、フィリピンを撃破し、史上2人目の2階級4団体統一を成し遂げたが、そんなモンスターのもとには、早くも次の対戦候補から挑戦状が届いている。 現地1月2日、米メディア、ファイトハイプドットコムが掲載した公式 YouTube の動画には、指名挑戦権を持つムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタンが登場。もし彼、井上が戦いたいと言い、俺たちに試合のオファーがあれば、なるべく早く受けるつもりだ。彼とリングに立つ準備はできている、と対戦意思を強調した。タパレス戦直後にも自身の X。 旧ツイッターを更新し素晴らしい戦いになるだろう。と対決を熱望していたアフマダ・ビエフ。今回の動画内では、もちろんファイター、チャンピオンとして、俺がこの階級で最高だと感じている。彼がこれまで直面したことのないような試練を与えられるはず、と語っており、自信満々のようだ。さらに、目標は井上でなく、世界タイトル。 特に WBA&IBF の世界タイトルだと力を込めていたウズベキスタンの29歳。俺は、リング上で見られる井上の活躍を尊敬し、それに感服している。彼は階級を上げ、誰でも KO すると称賛しながらも、俺は彼がこれまで戦ってきた誰とも大きく違うと主張した。また、井上の戦いぶりについてアフマダリエフは、ビッグパンチャーで爆発力があり、 とても優秀ななのは間違いないただ、俺が暴ける弱点もありそうだと分析現在、複数の米メディアでは、元 WBC 同級王ジャルイス・ネリ、メキシコとの次戦が濃厚とされているが、果たして今後どのような動きが見られるだろうか。